マンゴープリン、マンゴープリン、英語、マンゴープリン、中国語、防火不調、関東語、防火、布を治む、工房、布を治むは、養成菓子の一種。マンゴーの完熟したか肉を潰し、生クリーム、ゼラチン、砂糖などと混ぜて、冷やし固めたゼリー。プリンという名が付いているが、本来のプリンのような蒸す工程がなく、また現在は、鶏卵も使用しない例が多く、 ゼラチンで固めるレシピが一般的であるため、実際は乳製品の風味を加えた不透明なフルーツゼリーの一種である。香港のレストランでデザートとして供され、台湾、中国、日本などにも広まった。本来、フィリピンのペリカンマンゴーの実が多くなる4月から9月頃までの季節商品であった。現在も季節限定で出している店舗も少なくないが、 工業的に大量生産されるものは、冷凍果肉やピューレイの使用によって通年、作られている。最初に作られた時期や場所は、交渉が必要であるが、1980年代には、すでに香港に存在している。この頃、香港でフィリピンマンゴーの流通が広がったことが、背景にある。1980年代後半から、アニメ雑誌、 ファンロードが読者を集めていった香港ツアーでは参加者が食べたマンゴープリンが美味しい、買った胸の感想画同士で紹介された。1987年にこれらのツアーの内容をまとめて出版されたファンロード特別編集93香港台湾ゲゲボガイドにも魚の形のマンゴープリンの写真に夏場は小さい店でも食べられるとの説があり季節商品であったことが知れる。 出版数の多いガイドブックとしては、1989年に飛山由里子がまとめた地球の歩き方旅のグルメ、香港が紹介している。1990年代になると、香港でも出す店が増え、各種ガイドブックや雑誌も取り上げるようになると、香港のマンゴープリンは果肉たっぷりで美味であるとして、日本からの観光客の注目を集めた。 1997年の中国への返還を前に出版ブームとなった香港紹介本にもマンゴープリンのこうした紹介がある。この頃から日本でも独自にマンゴープリンと称するものが製造販売されるようになんか香港のものとは全く異なる風味の薄いものであった。2005年日本で成果としてのマンゴーの人気が高まり再び多くの食品メーカーから マンゴープリンを含むマンゴー入りの製品が各種発売されるようになった。また、香港の甘みどころである、当庁が日本各地に店舗を持ち、本場レシピのマンゴープリンを展開し、ホテルや洋菓子店でも消費者の求める本物思考に応える商品が増えてきた。現在では、日本でもある程度のコストを払えば、香港に近い味のマンゴープリンを食べられるようになっている。 現在の香港では各中華料理店や洋食レストランが店内で製造しデザートとして客に供している。果肉をある程度残して混ぜ込むことが多い。1990年代までは卵黄を加えるレシピも広く採用されていたが、現在は卵黄を入れないものがほとんどである。菊の花のようなデザインで上にハートの模様が入った金型を使って作る店が、 多いが、他にもマンゴーの果実の形をした金型や、魚の形をした金型を使う店もある。宴会料理では、大きなボールで作ったものを客が取り分けるスタイルもある。レストランでは、無糖練乳、エワミルクをかけたり、ホイップクリームを添える場合が多いが、場合によって、さらにマンゴーの果肉か缶詰のサクランボかペパーミントの、ハウアクセントとして、添え程度の、 そうじてシンプルなものである。一方、デザートを主力に営業している店では、マンゴーやメロンその他のフルーツの果肉、アイスクリーム、シャーベット、エインノス、ナタデココなどと盛り合わせたり、スムージーと合わせたりして、豪華なものを出す例が多い。高級店や香港資本の店などで、香港と同じ作り方で供される例もあるが、日本で販売されているものの多くのは、 プラスチック容器に充填された工場生産のものであり、使用している材料も生のマンゴー果肉ではなく、マンゴーピューレー、またはマンゴー果汁をゼラチンではなく、増タト糖類を生クリームではなく、脱脂粉乳や植物油を使っていることが多い。場合によってはマンゴーの代わりに色が似ているオートを刻んで入れている場合さえある。そのため、風味の面でも栄養価の面でも、 いわゆる本場のものとはかなり異なるものが多い。また、洋菓子店などで売られることが多く、カスタードプディングの容器と似たカップに入れて販売されることが多い。台湾においてもマンゴープリンは作られているが、多くは日本の工場生産品の例と同じように、プラスチック容器に充填されたマンゴー果汁、カラギーナンなどの増年多糖類、脱脂粉乳などで作ったものである。台湾は、 アーウィン種などのマンゴーの産地であり、レストランでもマンゴープーリンを提供する例もあるが、むしろマンゴーかき氷やマンゴー牛乳の方が人気ある。2個分の例、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。